江ノ町エレジーを演奏してまいりました。この曲は1948年古賀政夫さんが作曲されて、野村俊夫さんが作詞をされました。独特なリズムが特徴になっています。実際にこのギターの演奏とピアノの演奏とでコラボレーションしたことが何度かあるんですけれども、本日はピアノ連弾ということで、ギターの音色に近づけるように2人で工夫して演奏しました。歌もとっても素敵ですのでお楽しみください。